こんにちは、みめでーす。福袋をまた買っちゃいましたので、また紹介したいと思います。初めてマルキューの福袋を買っちゃいました。Forever 21 の福袋は一回買ったことがあるけど、マルキューの福袋は一回も買ったことがなくて、買ってみようかなと思って、お正月にマルキューに行くのがちょっと怖いので、ウェブで予約して、届きました！エモダというブランドの福袋です。まずはですね、でかくないですか？これは M サイズ、M サイズにしました。値段は1万円足す税、1万800円。ワクワクしてます。初めてこの1万円の福袋を買って、ワクワクです。おお、何これ。これはコートですか？え、値段が15,979円。わお、どうかな、暖かい。はい、次はなんだろうね。お、え、キャップが入ってる。4,000円で売ってます。すごい。イエーイ。でピアス、イヤーカップかな、2,000円のピアス。これは絶対入ってるやつ。なんだろうね、ニットかな、カーディゲン、カーディゲン。結構可愛いと思う。9,000円。満足です。デニムとかは多分入らないから、こういうなんかトップス系福袋は私にいいです。もうちょっとファッショナブルになりましたかな？コートとカーディゲンと、ピアスかイヤーカップかと、このキャップは1万円でお得だと思う。皆さんは洋服の福袋買いましたか？ぜひ中身教えてください、コメントで。バイ。この動画が面白いと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。福袋動画もっと見たかったら説明欄のチェックしてちょう。